数学とその意味。あらゆる一般的構造についての学問。数学の英語訳であるマセマティクスはギリシャ語のマセマータから来ており、その意味は学ばれるものです。日本に数学が伝来したときはこうした一般的な構造を論ずる学問がなかったため、算術のようなものとして数学と名付けられましたが、本来数は数学の一つの側面でしかないのです。